はい、どうも、グレットでございます。ということで、本日は、グリザットの、めちゃ気になる、第14弾だいぶ来ました。まあ、この動画はなんですけども、皆さんもう分かってると思うんですが、いつも動画とは違ってですね、グリザットは気になった選手をですね、良いところ悪いところ一つずつ上げて紹介していこうという動画となっています。で、今週はですね、トロフィータイタンの続きのやつでした。まあ、ロナウドがいっぱい出てるんですけども、まあ、そこら辺の中でね、気になる選手をね、紹介していければなと思ってます。まあ、SBC は今週あんまりなかったかな。まあ、それも紹介すると思うんで、まあ、それ以外よっていう感じかな。という感じで、早速見てみましょう。はい、という感じで、一人目ですね。マイケル・オーウェン選手紹介してきますまあ、強い方のやつですね。身長173センチ、上がり式、ふつふつ、利き足右、スキルムーブ後、逆足オンとなってます。まあ、スキルムーブがね、上がってるよっていう感じの選手かな。で、能力なんですけども、まあ、ペースがね、やっぱめっちゃあるっていうところと、あとシュートもね、結構入るんじゃねえかなっていうところかな。あとドリブルもできそうっていう感じなのがいいかなと思います。で、まあ、ウィークポイントはですね、やっぱパスですね、視野のところだったりとか、あとフィジカル部分がちょっと低めかなと思います。で、選手特性は高精度シュート、高速ドリブルとなってます。で、連携されるんですけども、俺はね、エンジンに使ってました。で、映像見てくるんですよ、もう。オーウェン選手ですね。まあ、使ってみた感じはですね、まあ、思った以上に軽い選手かなとは思います。似てる選手がですね、フューチャーズのアルバレス選手に似てる感じかなと思います。身長とか一緒でボディタイプも一緒なので、アルバレスみたいなね、選手はね、良いと思うならば、この選手はありかな。スキルを持ってるしね、シュートも結構入るっていうところ。ただね、やっぱウィークポイントはね、本当にフィジカル部分がね、思った以上に弱いって感じはした。なので、そこら辺はね、ちょっと気にしながら使う方がいいと思います。で、オーウェン選手、ランク付けなんですけども、なんかね、能力が高いものを感じそうなんだけど、なんか使えんかったね、俺は。能力そんな悪そうに見えないんですけどね。まあ、俺は A マイナスにしました。まあ、本当に、ね、ケミ合わせ以上だとは思うけれども、なんかめっちゃ強いって感じはしなかったかな。という感じですね。スールシャール選手を紹介していきます。身長178センチ以上し高い普通、利き足右スキルムーブ後逆足音となってます。まあ、スキルムーブがね、上がってんだよっていう感じかな。で、能力なんですけども、やっぱりね、シュートが上手くて、で、プラス全体的に高めかなっていう感じかな。で、まあ、ウィークポイントはですね、やっぱジャンプ、フィジカル、あとクロス、ロングパスとか、まあ、ここら辺がちょっと低めかな。あと、ドリブルのね、敏捷性、バランスも低めなので、ここら辺がちょっと気になるかな。で、選手特性はチームプレイヤーとなってます。で、連携スタイルは、俺はエンジンで使ってました。で、映像見ていくんですけども、スールシャール選手ですね、使った感じは、確かに切り返しだったりとかね、そこら辺のドリブルの重さっていうのを感じたんですが、シュートがね、思った以上に入るし、なんか自己っぽい感じに抜けていくことも結構ね、ある選手かなと思いました。似てる選手はですね、ジョタっていう感じかな。ちょっと動きにくいジョタみたいな感じですね。スキル5を持ってるので、なんだかんだね、使える選手なんじゃないかなと思います。とはいえど、やっぱドリブルの重さだったりとか、そこら辺を狙われる感じもするので、そこら辺は弱点かなと思います。で、スールシャール選手のランク付けなんですけども、俺はね、この4万コインぐらいだったらね、俺なかなか強い方だと思ってます。A マイナス。いや、使えるよ、割と。この値段帯でこれはちょっと強いかもしれない。チャビ選手でございます。まあ、強い方ですね。身長170センチより下がいたが、利き足右スキルムーブを逆足音となってます。で、能力なんですけども、やっぱりね、めちゃくちゃパスが上手くて、あとドリブルもできるよっていう感じで、あとね、守備がね、思った以上にインターセプト90にあるっていうのがかなりいいと思います。で、まあ、ウィークポイントなんですけども、やっぱ守備意識がね、そこまで高くないっていうところと、やっぱ攻撃能力がもうちょっとあればね、嬉しかったかなと思います。あと、ペースのスプリント速度かな。ここは低めかなと思います。で、選手特性は、プレイメーカー、アウトカーブ、チームプレイヤーとなってます。で、連携されるんですけど、俺はね、アンカーで使ってました。で、映像を見てくるんですけども、で、チャビ選手はですね、本当にラームのようなね、小柄で、非常にね、軽い選手かなと思いました。ラームのね、攻撃特化というか、攻撃バージョンみたいな感じの印象がいいのかな。本当にパスめちゃめちゃうまいし、で、思った以上にインターセプトもしてくれるので、そこら辺はいいのかなという感じですね。で、プラスね、やっぱりパスは一級品っていう感じはしました。なので、やっぱ中盤にいるとかなり助かります。とはいえ、守備しか低いので、ジョッキーが若干ね、重たいかなと思いました。チャビ選手のランク付けなんですけども、なんかね、思った以上に俺はやれるような選手ではあると思います。中盤でこれぐらいの能力があって、パスもできてっていうところを考えると、なんか全然使えるなっていう選手ですね。A です。ただとはいえ、こっちじゃなくてジュニアでもいいかも。うん、そっちでもいいかな。
という感じで次はですね、ファンバステン選手を紹介していただきます。身長188センチ、やこれ式、ふつふつ、利き足右スキルムーブ3、逆足5となってます。で、能力なんですけども、まあね、シュートがめちゃくちゃ高くて、で、ドリブル数値もね、思ったより高いのかなっていう感じはするかな。あとヘディングもできるっていう感じ。で、まあ、ウィークポイントはやっぱりパスの部分っていうところと、あと加速が86なので、出足がちょっと遅いんじゃねえかなっていう感じ。で、選手特性は、高精度シュート、チームプレイヤー、ドリブル数となってます。で、連携されるんですけども、俺はエンジンで使ってました。で、映像を見ていくんですけども、ファンバステン選手ですね、使った感じはですね、思った以上にそこまでのね、重さはない選手なのかなと思いました。あの、ヌネスよりかはもしかしたら扱いやすいんじゃねえかなっていう感じかな。ヌネスとね、ボディタイプが一緒なんですけども、本当にヌネスのね、フィジカルだとかスピードとかっていうのを下げて、他の能力を上げました。シュートとかね、上げましたっていう感じの選手かなと思いました。もう本当にこういったダイレクトシュートってめちゃめちゃ決まったんで、そこら辺はいいかなと思います。とはいえ、若干ね、パスだったりとか、あとはね、フィジカル部分がね、言うてその高ないので、潰されることはありますね。で、この選手ランク付けなんですけども、まあね、良くもなく、悪くもなく、みたいな感じ。A マイナスにしました。まあ、ストライカーの中ではね、やっぱ15万コインって考えると、まあまあって感じはするけれども、まあ俺的にはこいつがいたとしてもめっちゃ怖いっていう感じはしないかな。はい、という感じでラストはですね、ダルグレイシュ選手を紹介します。身長173センチ、約下回復、利き足右スケルムーブ5、逆足5となっています。5-5 です。めっちゃすごいですね。で、能力なんですけども、見た感じはですね、やっぱペース、シュート、まあドリブル、まあここら辺が非常に高いので、本当にストライカーっていう感じかな。で、まあウィークポイントは視野の部分だったり、あとロングパスがめっちゃ低い。で、フィジカルも低くて、結構ここら辺が気になってるかなと思います。で、選手としては、カレンの端、ロングシューター、高速ドリブル、アウトカーブ、ドリブルとなってます。で、連携されるんですけども、俺はね、エンジンで使ってました。で、映像を見ていくんですけども、ダルグリッシュ選手ですね、使った感想は、フィジカルが低いジャイルジーノみたいな。そんな感じでした。まあね、本当にこの選手、めちゃめちゃ軽いなっていう部分と、あとはなんかわからへんけど、すり抜けていくドリブルの強さがあって、ここら辺とか一回取られて自分で行って逆サイド打つみたいな。お前なんなんそのシュートみたいなことは結構ありました。で、やっぱ5-5なんで、本当にね、右でも左でもガンガン打てる。やっぱそこら辺がめちゃめちゃいいかな。とはいえ、やっぱフィジカル部分が気になったりはしました。で、ダルグリッシュ選手のね、ランク付けをしていきたいと思うんですけども、まあ、俺は A プラスかなと思います。まあ、フィジカルはね、まあ気になるっちゃ気になる。けども、やっぱ理不尽さ的なところはやっぱあるので、そこら辺の強さ、俺的にはデルピエロよりかは強いかなって感じしました。という感じで今週はどうだったでしょうか。まあ、ほぼほぼね、今週のプロモはロナウドのためだけにあるみたいな感じは若干あったけども、俺的にはダルグリッシュはね、強いと思ってますけどね、なかなか使えるし、いいんじゃねえかなって思いました。まあ、今週もね、いろいろ出てきたと思うので、皆さんこいつ強えんだぜみたいなのがいたらね、ぜひね、コメントいただけるとありがたいと思ってます。という感じでこの動画もし良ければ高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。